いるんすね。すごいよね。はい、ヘラだから対抗があれですもんね。うん、面白いですね。モザイク同士の卵を運んで、卵からでかくしたんだって、はい、こっちに。はいはいはい。ちょっととあるところでね、あの魚を見せてもらったんですけど、まあ、面白い魚がいるということでね、これはキザクラオーロラのドラゴンスケールみたいですね。今ちょっとあの早すぎちゃって、丸物は残ってるんですけど、長物がね、あの行ってしまうんで、ちょっと、上げてもらおうとしています。こんな感じでね、やっぱオーロラね、長物にはなるので泳ぎがすごいいいですね。ちょっと見づらいので接近して、場所をちょっと動いてね、もっと近くから撮ってみます。もうドラゴンスケールってね、分かる、鱗をしていますよね。オーロラの形としても結構いい感じだったので、素晴らしい魚になるんじゃないかなと思います。あと冒頭のね、モザイクヘラブナ、僕もね、5匹ほど買ってきました。ちょっとこれからの成長が楽しみですよね。まあ、あったかくなるともっと食わせられるんでね、でかくなるのかなと思います。という感じでご紹介でした。